起点終点平城旧赤群山城跡、奈良県内における一奈良県道266号、奈良西の軽イカルガ自転車道線は、奈良県奈良市、東向中町を起点とし、生駒郡イカルガ町の法流寺へ至る、一般県道、自転車道。通称は、奈良自転車道。奈良県道266号奈良自転車道の、起点付近。 起点を示す標識はない奈良県道266号、奈良自転車道の終点付近。終点を示す標識はない近鉄奈良駅前から南西の方向にある放流寺を目指すルートであるが、起点から東の奈良公園、北部の古墳群、平城宮跡を巡ってから秋篠川、大和郡山市、富岡沿いを南進、その後、八田急行沿いに南西に進み放流寺に至る。自転車。 歩行者専用に作られた区間は、秋篠川、富岡川沿いを省いて多くはなく、市街地を多く通るため一般道との共用区間が多い自転車道である。自転車道を示す標識は、起点、終点側ともに見当たらず、一般道から自転車道が始まる。起点側は、県庁駐車場を過ぎた東側に初めて、奈良自転車道の案内板があり、終点側は、放流時愛センター付近に、 奈良県内の自転車道の案内板がある。奈良県では平成22年12月に奈良県自転車利用促進計画を策定しなら来る C7000 との道ルートや C9 放流時ルートの一部として再整備が進んでいる。近鉄奈良駅前から東の奈良公園を通り奈良市北部の平城古墳群を抜けて平城宮後へ。 平城旧跡内の区間の2016年現在は、奈良マホロバサイクリングなら、車ップ c 7 0との道ルートの一部として、奈良自転車道の一部が再整備されつつある。平城宮跡を抜けた秋篠川を南進すると、西の京地区の東照大寺や薬師寺といった寺院、名跡を仰いで、山と郡山市へ入る、郡山城の北側を周回し寺公園まで、富尾川を南進する。 富尾川から離れ西へ進み、八田丘陵の南縁沿いのやや勾配の多い区間を通り抜けると、枯るが町に入る。宝岐寺や宝輪寺のそばを通り、天満池を半周する。そして、宝龍寺東大門、南大門の前に至る。奈良県緑をつなぐウォーキングマップを参照。奈良県内の自転車道は、歩道との共用区間には緑色の舗装がされていることが多い。 奈良サイクリング観光マップでは、法隆寺南大門前までしかルートが引かれておらず、法隆寺アイセンターまではラインが引かれていない。2010年の平地路線と1300年祭の開催による規制及び第一次対局電前提の整備により、一部通行止めになっていた。リンク内のサイクリングロードは、リンク切れ、公園に移行。内のそれぞれの 2017年3月15日閲覧、ありがとうございます。